昨日の試合で、鈴木軍からベルトを取り戻した小野選手のタッグ、一夜明け会見を行いたいと思います。ではまず昨日の試合を振り返ってみて、小峠選手から。そうですね、まあ介入とかね、なかったんですけど、まあやっぱこうすごいやっぱハードな試合になりましたね。まあ満身創痍と言いますか、まあやっぱこう無傷ではいかなかったなと思ったんですけど、やっぱまあそうですね、相方は信じてましたし、まあすごい頑張ってくれたんで、僕も最後まで諦めずに、戦い抜くことができて、まあ本当この結果ね、こう最終的にはこうノアのファンの方もすごい喜んでもらえる形で、そして館長のね、引退の大会に、まあ、花を添える形が本当できて良かったなと思います。昨日の試合では椅子使って足攻められて、まあでもそれでも足の1本ぐらいくれてやるって気持ちで最後まで戦いましたし、まあ、何よりもこうやってどん底になってもプロレスリングノアを応援してくれてるファンの人たちのためにも、勝って恩返ししたかったっていう気持ちが昨日は本当に強かったです。でこうやってあいつらが散々擁護したこの GC ジュニアタッグのベルトを、取り返せて本当に良、かったと思ってます。お手元に配りましたが、デスペラード選手が、昨日試合で首の負傷となりまして、まず横浜大会の、カードが変更となります。デスペラード選手欠場となりましたが、今後の展望について。まあ、欠場、まあ、そのどうなるかまあ分からないですけどね、まあ、鈴木君からその全体的にまだ一つのタイトルを取り返しただけの状態ですので、まあ、やっぱこう、ね、全てのタイトルが、我々の本当の人間の手に戻ってきた時が本当のゴールだと思いますので、それまでは、どうなるか、まあ、相手が鈴木なのか、はたまた、まあ、違う団体の選手とかと防衛遠征をする形になるのかとか全く分からないんですけど、それまではもう僕らも本当防衛し続けないと意味ないと思ってますんで、もちろん、このねちょっとまああいつらに汚されて怪我されちゃったベルトのね価値を上げるためにもね、どんどん、ジュニアタッグとしてはいい試合をどんどんやっていきたいと思いますし、まあ、その中でやっぱベルト落とさないように、全てのベルトを持ってくるまではベルト落とさないようにしっかりやっていきたいと思います。そうですね、まあ一回、こうやって僕らが取り返してすんなりと引き下がるとは思えないですし、まあ首の負傷ということでどれくらい時間かかるのかわかんないですけど、あいつらがもう一回やりたいって言うんだったら、やらせろって言うんだったら全然自分たちは再戦でも受けて立つ構えではいます。まあさっきも言った通り全部のベルトが返ってきてこそがゴールですし、そこまでは絶対にこのベルトを守り抜いて戦います。昨日の名古屋で、プロレスリングノアの反撃ののろしは上がったので、これからジュニアのシングル、ヘビーのタッグ、シングルと一丸となって取り返していきます。反響っていうのはどれぐらいありましたか？まあ、一番はやっぱり喜びというかおめでとうとかありがとうという言葉が多かったですけども、やっぱその一方で長かったっていう声もありますし、やっぱその辺は自分たち反省するべき点だと思いますので、これから少しでも一人一人喜んでもらえるような結果と内容を残して、ノアを応援してくれる皆さんに恩返しをしていきます。いやまあ すごいいろいろありがたい言葉をね、ファンの方から、まあ、Twitter なり SNS 通していただいたりとかしてるんで、まあ、そうですね、今までおめでとうって言われることはよくあっても、ありがとうって言われることも本当なかったんで、もうそういう意味ではこう本当に
ノアのファンの方も一緒に走ってくれてるんだなと、ありがとうって言ってくれるってことはね、こう本当に一緒に走ってやっと取り返してくれてありがとうって言ってくれる、本当こういうファンを大事にしていかないといけないと思いましたんで、まあね、ここで本当、またね、失敗してしまうようなことがあれば、それこそまたファンの心を、踏みにじっちゃうことになっちゃうんで、そうですね、まあ僕はもう原田君大丈夫は本当にその辺の意地は見せていきたいなと思います。はい、原田選手の方から、彼らがまだ引き下がる、まだ引っ越し1回というならいつでも再生を受けるということもありましたけど、小峠選手はどうですか、これでやっぱりもうこのベルトに関してはすぐに終わりなんですか。あー、そうですよね、まあそうですよね、まあ、でもリスクをね、そういうことになるとリスクを背負うことになるんでしょうけど、やっぱこう、まあ、来るんであればね、やっぱりそれをやっぱその勝ち逃げみたいなことはしたくないですからね、まあ、僕らもその、まあ、対地相手に何回も負けて食らいついて取り返したベルトなんで、まあ、今回は本当取り返すための試合をしましたけど、今回からもちゃんと本当ノアの王者らしい試合を、ファンの前で見せていきたいような、そんな試合していきたいんで、もしまあそういうことになるんであれば、どんどん挑戦受けるつもりでいます。この青春タッグとしては2回挑戦して2回とも取れなかったジュニアタッグのベルトですけれども、その青春タッグとしてこのベルトを取れたということについてはいかがですか。そうですね、まあ長かったですね、いろいろあって、まあ、でもこうやって2人でこのベルトを取れたっていうのは、まあ、プロレス人生の中でもすごい嬉しいですし、まあ、ここからが僕の青春のノアとしてのスタートかなっていうのは感じます。僕の青春のタッグ、あっ、まあでもね、こいつって言うかですね、あいつは原田やから、なんかこう特にないですよね。まあもうなんかこいつを取りに行きたかったとかそういう感じじゃなくて、なんかこいつはもう本当運命体っていうか、まあ、こうプロレス人生、僕はプロレスで蹴る意味でこうもう本当一緒になるような関係なんで、まあもうこうタッグ組むタイミングとかもおのずとあってこういう形につながったんで、まあそうですね、あんまこう臭いこととかも言いたくないんで、彼に言って関しては、まあ面白く楽しく、で、まあノアらしく見せていけたらいいなと思います。そのジュニアタッグを、まあ、軸にしてノアジュニアをもう一度出直していくというか、追加戦いでが中心となるような。そうですね、まあこの間ジュニアタッグリーグやって一チームだけ県大原には負けてますし、まあそこともこのベルトをかけて決着はつけたいっていう気持ちもありますし、とりあえず今はこのベルトだいぶ汚れたんで輝きを取り戻していきます、ね、戦いの構想の中にありますんで、まあ、自分たちがこのジュニアタッグで上になった以上は本当に死守ディフェンス側に回って、まあ 攻めないってことじゃないですけど、まあ今の役割も本当に取り返すまではもうさっきも言いましたけど、人間が持ってないといけないベルトだと思ってますんで、その辺しっかり気張っていきたいなと思います。
区の、ロゴが逆ですね、すいません、一緒できましたので、これ12月2日の大田区のロゴがこういう形になりましたので、合わせてご報告させていただきます。はい。あの、パクリではありませんので、ネットとかで荒探しにしないと。まあ、それまでどこかでちょっと組まれるかもしれないですけど、はい、年内最後のビッグマッチで防衛戦っていうのはやりたい気持ちってありますか？もちろんあります、はい、もちろんありますし、来年も日本各地でやりたいですね。その頃にはもう鈴木軍も排除して、今の戦いで全国を回りたいなっていうのもあります、まあ、自分たちはこうやってジュニアタッグ取っていい流れを作れたと思っているので、次から始まるグローバルリーグも、できる限りのことはサポートして、みんなで、ノアを復活させたいと